アメリカ軍の報告書などによりますと事故が起きたオスプレイでは離陸してからおよそ40分後にエンジンの動力をプロペラに伝える機体左側の変速機に異常が起きたことを知らせる警告が表示されました通常、この警告が3回表示されると近くの空港へ速やかに着陸することになっていますが機長はそのまま飛行を継続し 着陸前に速が故障しし墜落したとということです報告書では近くの空港に着陸するなどの安全措置を取らず機長によるリスク管理が不十分だったことが事故につながったとしています。